い、というわけで、こんばんは、ジンです。今日はね、ゲストにスニフキンさん来ていただいて、まあ、動画を録音していこうかなと思います。本日は、スニフキンさんよろしくお願いします。はい、スニフキンです。ファイターズファンをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、というわけでね、早速ね、まあやっていこうかなと思うんですけど、まあ結構ね、ゆるい雑談形式でやれればなと思うんで、まあ、早速なんですけど、今期パリーグどうですか？戦う前のこう展望と、こう戦ってみての展望で、まあ、結構ファイターズ強いですけど。ああ、そうですね、はい。もともとのイメージは、まあソフトバンクとオリックスの2強かなって思ってて、はい。で、3位に、まあ、楽天が来るのかなっていう感じだったんですけど、ファイターズがちょっとサプライズが多くて、思った以上に躍進してるな。で、僕のツイッターの方でもよく言ってるんですけど、ファイターズって、今季はブリッジイヤーっていう立て付けだと思っていて、まあ来年以降、若手がどんどん出てくると思うので、まあ2年後ぐらいにピークが来るのかなっていうふうに思っているので、今季は別に、まあ優勝狙えるのは狙いたいですけど、まだまだ、土台作りの年なのかなって思っていたので、その辺はファイターズとしては驚きだったかな。で、はいはい、そうですね。まあちょっとソフトバンクがやっぱ強すぎるなって感想がありますね。そうですね。まあファイターズ、まあプロスペクトは多いけど、まあ今年もう来ちゃうかってのは結構ありますよね。そうですね。あの、うん、福島とか、はいはいはい、柳川あたりがまあもう支配下になってゴリゴリ投げるってのも思ってなかったですし。やっぱ水谷とかタミヤとか水野がブレイクしたのは結構でかいなっていう。そうですね、うん、水谷タミヤと、まあ、結構かなり大きいですね、うん、まあ、あと、まあ、僕的にはオリックス沈んだのが、まあ、結構、まあ、疲労はあるとはいえ意外かなっていうのが印象でしたね。そうですね、まあ、オリックス沈むとしたら、はい、あの山本由伸抜けた穴を埋められずにって感じだと思ってたんですけど、実際は多分そうじゃなくて打線がやっぱり渋いですよね今季。そうですね、で特に本宮とかあとは森とかあの西川とかその辺が思った以上に活躍できなかったのが大きいのかなとは思ってるんですけど、はい、うん、野手のマイナスは確かに大きくて、野手王とかも多分結構こんなに積み重ねられてない感じですもん。まああと僕的には西武は最下位予想ではあったんですけれども、さすがにここまで沈むとはっていうのは予想外でした。そうですね、西武は、うん、まあでもそうね、ちょっと意外なぐらい負けてますよね、まあ、調整不足がね結構言われるのも分かるくらいには軒並み成績も落ちてますからね、選手のさすがにここまで負けるとはってのはありましたね。昼間とか長谷川とか、まあ、若林とかがなんかもう少し出てくるかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりその辺のプロスペクトが苦戦してるのも影響してますよね。まあ、僕も長谷川、渡辺、蛭間、この辺りはもう、まあ、もうちょっとやってくれるかなとは楽天は、まあ、まあ今江監督っていうなんかこうアクシデントがあったものの結構成績的には予想通りかなみたいな感じですね。そうですね、うん、はい、まあ後でちょっと触れようかなと思ってたんですけど、はい、楽天は世代交代が進んでるのがかなりのポジ要素かなと思って、うん、なんかちょっと前まで、うん、はい、マジでおじさん集団みたいな感じだったと思うんですけど、そこが、ああ、そのおじさんが強かったんで、全然それはいい要素ではあったんですけど、そこからちゃんと若手に世代交代できたのが結構ポジ要素ですよね。うん、まあ、確かに今年結構若手、楽天、まあ、出てきてるっちゃ出てきてるし、まあ、あと他球団も全体的に若手は生えてきたなっていう、まあ、ハムも含めてっていう印象は結構ありますね。例えばソフトバンクの河村であったりとか。うんうんうん、そうですね、うん、確かに結構近年は30代の選手がなんかこうトップティアみたいな感じでしたけど、結構今年のパリーグは、まあ、そういう意味では世代交代じゃないですけど新世代も出てきてるなって印象はありますね。はいはいはい、おっしゃる通りですね、うん、今期の日ハムの躍進についてなんですけど、結構その、はいはいはい、数年単位で再建期を作ってるのかなっていう印象があって、どういったタイプの選手を集めてっていう、どういった計画で伸ばしてきたのか、なんかその辺のイメージとかってありますか、ハム。ピッチャーは、はい、間違いなく球速出力重視に切り替わっていて、うんうんうん、まあここてか少しそこに切り替えるのが遅かったぐらいなんですけど、数年前まで平均球速とかでもう12球団最下位みたいな
シーズン結構あったんですが、うん、特にそうですね、高身長で素材を集めて、でとにかく球速くっていうところがまずあって、ただ、その一時期のソフトバンクみたいに、その球は速いけど、制球が少し苦しむよね、みたいな投手が増えるかなと思いきや、予想以上に制球もまとまってるピッチャーが増えてきたんですよね。その辺はまず多分、まあ、金子コーチなんですかね。少なくともファイターズの今の投手陣のカラーにはなるのかなと。福島とかね、柳川とか、かなり制球もまとまってますからね。で、野手に関して言うと、これがなんか、まあ、どうなんだろうな。あんまり方針があるかって言われるとわかんないんですけど、結構野手に関しては、生え抜きというか、いろんなところから補強をしてるイメージで、例えば、現役ドラフトの水谷とか、はいはい、あとは中日からアリエル・マルティネス取ったりとか、まあ、あと郡司取ったりとか、まあ、あと伏見とか、そうですね。ちょっといろんな手を使って補強してるっていうイメージ。ただちょっとやっぱ出来すぎ感はありますね。今の野手に関しては。まあ僕のハムの野手の印象は、細かい技術、メカニクス的なところよりも、まずフィジカルみたいな。イメージは、まあ、昔からですけど今は特に強いなっていう印象はありますね。そうですね、とにかく強く振るように多分指導はされていて、ハードヒットが多いかな。まあ、その分そうですね、アプローチとかが非常に雑で、うん、あんまりトータルの打撃指標が高くなる人あんまりいないんですけど、まあまあまあ、その辺は BB 系的なね、うん、そうですね。まあだからそのまあ、オリックスでいう池田龍馬とか杉沢的なこう、まあ、フィジカルよりもテクニカルな素材というよりかはもう完全にフィジカルによった指名だな、選手が集まってるなっていう印象はすごい強いですね。そうですね、例えばまあまあ万波とか水谷みたいなフィジカルモンスターもそうですけど、なんか神谷とか結構世間一般的には今季いきなり大ブレイクしたみたいなイメージかなと思うんですけど、神谷って、バッティング練習とか、めちゃくちゃ昔から飛ばしてて、最初はその、何気なく鎌ヶ谷の映像を見てると、めちゃくちゃ飛ばすやついるから、これ誰だと思ってみたら、神谷のことがあって、ただ、なんだろうな、試合だとちょっと走り打ち気味になったりとかして、なかなか力発揮できてなかったんですけど、まあそういう点では神谷のなんだろう、強く振る飛ばす技術みたいなのもともとあったのかなと。そうですね。あとまあ水野とかも、吉田正尚をリスペクトしてて真似してたりするぐらい結構スラッガー寄りの選手なんで、背は小さいですけど、はいはい、やっぱそういう選手をちゃんと物にできてるのは強みかなと思う。今の環境メタみたいな選手を、まあ、数年前からうまく集められてるなっていうイメージはありますね。いやまあ確かに今の環境だと多分強く振らないと本当飛ばないんで、うん、だってね、今西武とかで伸びてるのも古川とかですから、なんか今、うんうん、ハムって古川みたいな選手いっぱいいるじゃないですか。はいはいはい、うん、ある種そうですね、トレンドというか環境に合ったチーム作りだったのかもしれないですね、うん、なんかそこら辺は楽天も見習っていかなきゃな。ほら逆に楽天はどうすか。楽天はそうですね、やっぱ一番言われてるのは安田ですよねやっぱり、うん、ただなんだろうな、うん、まあまあ一軍で使えっていうのは本当にその通りで、かなり安田ファンの僕としても一軍で見たいんですけど、確かあれですよね、キャッチャーとして育成してるんですよね、確か。一応そうですし、キャッチャーやんないと数が足りないというのもありますね。細かく、あれですけど、石原とか太田が一軍でなんだろう、ちゃんとキャッチャーとしていいパフォーマンス出してるので、まあ無理に安田を使う。まあ、なくても、まあ、まあまあまあなんだろう、2軍でちゃんとキャッチャーとして育てるって大前提があるならまあまあまあいいかなと思っていて、はいはい、でまあちょっと楽天の話に戻ると、その世代交代が本当に進んでるなと、はい、でやっぱ王とかやっぱ他球団からしたらマジで嫌ですよねなんか一生打ってるイメージがあって王をね、まあ、落ちたかと思ったら、うん、今日もやっぱり結構長打打ってましたもんね。やっぱ今後数年間はまず小郷と辰巳がチームの、あれ辰巳って FA 近いんでしたっけ？ FA 近いですね。ああそっか、まあまあでも出ていくのかな、わかんないけど、少なくともまあ辰巳小郷が、うんね、残るなら数年コアになるのかなっていうのがあって、あと村林いいですよね、頑張ってるなと
小郷、辰巳、村林、まあ、今フル出場ですかね、フルイニング出場ですから。いやでもそれに匹敵する力はありますよね。点は意外とね、若返ってるってのはそりゃそうなんですよね。まあ、内が出てきたりとか、まあ、早川もね今かなりすごいっすよね、セイバースタッツ的に言うと。そうですね、セイバーメトリシャン好みの多分そうなんですよね。早川マジですごくて、そこは結構もうちょっと注目されてもいいなって思うところではあります。今季の飛ばないボールについて語りたいんですけどはいはい、あのボールについてどう思います、今季のなんか環境というか。まあなんか個人的にはあんまり興味なくて、あ、まあ、あのもっとホームランが出た方が楽しいなとは思うんですけど、はい、まあ、結局相対評価のスポーツなんで、この環境であの上回ればいいかなって思ってるんで、まあ、あれなんですけど、でもまあ明らかに飛んでないし、リーグ平均の OPS とかもめっちゃ低いし、まあ、何なんですかね、どういった影響でそんなことが起こり得るのか、なんかにわかには信じがたいんですけど。多分反発係数じゃなくてフライが飛んでる間に失速しやすいボールなのかなってのは思ってます。なんか俺その辺の物理学の知識全然ないんですけど、フライが飛んでる間に空気抵抗がめっちゃかかるみたいな、そういうボールだから多分フライ、多分ライナーの OPS ってそんなに下がってなくて、ここ数年フライの WRC プラスだけ異常に下がってるんですよ。そうだから結構、振られぼ不利かなって思わなくもないです。まあこれはもう行ったかなっていう打球が普通に外野フライみたいなのも結構ありますよね。まあ、その中でまあ相対評価でどんだけ活躍できるかっていうことですよね、結局は。そうですね。まあでも活躍しやすいしにくいはあると思っていて、やっぱりちょっと冒頭でも触れたんですけど、まあそのコンタクト寄りの選手よりも強く触れる選手とか、あとはまああの外国人の、まあ、レイエスとか見てると思う、まあフランコもそうですけど、やっぱりあのちょっと段違いなパワーある選手ってまあ関係なく飛ばすんで、まあこういう人は本来もう少し打てるのかなとは思いますね。まあ、あとピッチャーがもうゾーン勝負めっちゃするなっていう印象はありますね。ああ確かに確かに、その三振取れなくても結構活躍できてますよね。そう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 。てか三振率が減ってるんですよ。なんかそこが結構いろんな環境が変わっちゃってるなっていう、もう飛ばない前提でやってるなっていう印象はありますね。まあ選手たちの方が我々よりよりなんか実感してるでしょうしね、そういうところは。これ結構ハムファン、楽天ファンに共通する話題なのかなと思うんですけど、今季の監督結構全体的に12球団やばくないみたいな監督になんか阿鼻共感してるファン多いなと思って、 そこら辺どう思いますか。今が一番ファンの認識と監督の認識に乖離がある時代だと思っていて、というのも、はい、あと10年もすればなんていうんですかね、若手とかでセイバーとかあとは最新の野球の研究とかを学んだ選手が監督になったりとかする、例えばダルビッシュとか、まあ、そういう世代が監督になるのかなと思うんですけど、今監督やってる世代ってどうしてもやっぱりあんまデータとかも使わずに自分の感覚でやってきた選手だったりとかするので、ここでやっぱり一番乖離が発生しやすいのかなと思いますね。我々って結構、まあ、僕もギリだと思うんですけど、デジタルネイティブ世代じゃないですか。はいはいはい、そういう意味で言うと、だから結構そのあの情報を仕入れるっていうことはあんまりしない世代なのかなって。多分昔だと本しかなくて、そういうのを学ぶのは本か多分口で伝えられるみたいな手段しか、こう野球のあれを教えられる手段ってないと思うんですよ。多分そういうのあんまりしない世代が監督になってるのかなってのちょっと思ったりはしてますけどね。そうですね、はい、おっしゃる通りです、ね、なんかあんまりアメリカのこととか興味ないみたいな世代なのかなって思ったりはして、ちょっとジェネレーションギャップというか。ただ監督、今の NPB の監督って、ある種球団のアイコン的な役割を果たしていて、その、まあスター選手が、生え抜きのスター選手が据えられたりとかする傾向にあると思うんですけど、まああと近い将来、まあその、
監督はアイコンとして残るものの、ヘッドコーチとか裏にアナリストに強力な意見を持たせて、試合運び自体は結構セイバーに精通した動きになったりする時代が来るのかなとちょっと思ってますね。そうですね、本当セイバーというか、まあ、セイバーもそうだし、トラックマンも活用してなさすぎですからね、NPB。はい、なんかね、スミフキンさんがスライドを作ってきていただいたんで、ちょっとこっちをね、披露していこうかなと思います。ドン、はい。見えますか？表紙は、はい。はい、ちょっとスミフキンさんにあのスライドを作ってもらいました。ちょっと1時間ぐらいで作ったんで、あのアラもあるんで多めに見てほしいんですけど。1時間で作ったらだいぶおしゃれですね。はい。あのチャット GPT に作らせました。はい。で、はい、まあ、あの大きく挙げてちょっと話したいことが2つあって、まあ、今後の展望っていうところ、はい、チーム単位でどうなっていくかってところと、ちょっとさっきまでの話被っちゃうところもあるんですけど。はい、っていうところと、まあ、各球団のキープレイヤーっていうのをちょっとピックアップしたので、まあ、ちょっとそこをご紹介させていただきますと。はい。まあ、今後の最終的な順位はこうなるかなと思ってます。で、ファイターズの位置は、まあ、あの、完全に個人的な、ファンとしての願望が込められているので、まあ、正直4位になること、5位になることもあり得るかなとは思ってるんですけど、まあ、あんまりネガティブなことを考えたくないということで2位にしてます。で、やっぱ楽天がね、あの強いなって戦ってて思うんですけど。本当ですか？思う。いや、実際強いっすねって思ってるんで、3位。で、オリックスがこっからどんどん上がってくると思ってて、4位で、まあ、千葉ロッテセーブというふうになっています。はいはい、で、各球団ポジティブ、ネガティブな要素をちょっとずつ書き出していて、まあ、簡単にご紹介すると、はい、ソフトバンクは冒頭で触れたように、やっぱ近藤が打ちまくってるのが強くて、はい、ちょっと一人で勝たせてるみたいなところが結構あるかなと思ってます。そうですね。その裏で柳町とか広瀬が着実に力をつけてきてるっていうのが結構ポジティブ要素なんですけど、不安要素としては、今チームを支えてるモイネロ・オーツの二人が、ちょっとまあ一年目なので、結構疲れとかも出てくるかなと思ってるんですよね。なので後半、そこら辺が息切れしてきたら、怪しいかなっていうのと、あとは、もう明らかに守護神って力はないオスナを、まあ、どこまで引っ張るかっていう、4年40億っていう肩書きというか、枕言葉に引っ張られて多分使い続けるんでしょうけど、そこが、一つの、なんだろうな、キーポイントなのかなと思ってます。お願いします。はい、ちょっとファイターズの話に行くと、はい、まあ、タミヤ、水谷、水野ら、あたりが出てきたのがすごいでかいと。そこは本当に、まあ、守備とかも含めて、攻守に躍動してて、一人で輪を稼いだりしてるんで、まあ、その辺はかなりポジティブ要素だったんですけど、清宮、野村とか、まあ、レイエスとか、もう少しパワーバットが出てこないと、攻撃力は渋いのかなと。というのも、打線がちょっと打てないとき、淡白になりがちで、そこで、ホームラン一発で試合をひっくり返すような選手が出てくる必要があると思っていて、その辺が復活しない限りは上位はちょっと厳しいのかなと思ってます。で、はい、楽天はさっき少し話したように世代交代がマジでうまくいってると思ってて、で、ファイターズは若手はいるけど、ベテランが特にあんまりいない。ただ、楽天はベテランもしっかりいて、鈴木大地とか浅村とか、その辺が若手と融合してて、安定した強さがあるなと思った。で、まあ不安要素というか、今後の課題なのかなと思ってるのが、まあかつての浅村みたいな、本当に一人で、今の近藤とか、一人で試合決めれるような核となるバッターっていうのがまだいないのかなと思っていて、まあ小郷とか辰巳とかめっちゃいいですけど、なんだろうな、一人でも試合を決めれるコアなバッターが必要かなと思って、なんか、この前の試合見てると、フランコがもしこのまま状態上がってきたら、そこに収まるのかなって少し思っていて、そうなったらもうちょっと手つけられないなっていう感じがあります。ちなみに監督は打線の核は鈴木大地って言ってるんですけど。いや、そんなわけないんだけど。ただまあ、なんかこの前ツイートしましたけど、うん、今の打順って結構セイバー的には正しいというか、まあ、最近、
リーグ平均以上の打撃を見せてはいるので、鈴木大地とか。うん。渡辺翔太とかね。だからまあ、まあ、打順として間違ってるとは思わないけど、まあ、たくではないよなっていうのは、個人的にはそこに安田が入ってほしくて、今季なんなら入ってくるかなと思ってたんですけど、うん、まあまあまあ、キャッチャーとして育成するために下で育てるなら、まあ、それはそれで。で、4位のオリックスはどうですか？はい、オリックスは、山本由伸の穴を若手で埋めることはできないって僕はもともと言ってて、というのもあまりにも穴が大きいので、うん、外にとか斉藤京介が、ポットで投げて埋まるようなレベルじゃないですって話をしてたんですけど、思った以上に二人とも良くて、で、この二人が、まあ、山下俊平太と一緒に後半戦しっかり投げてくるんだったら、あ、全然4位、3位、2位に上がってくるだろうなと思ってます。ただ、やっぱ打撃ですよね。森西川頓宮が復活しない限りは少し、ちょっと迫力が足りないのかなって思うところがあるので、まあ、その辺次第で、変わってくるなと思って。ロッテが、保持要素はやっぱり種市、メルセデスの活躍が大きいと思ってて、ちょっと佐々木朗希が今季、成長気味な中、その2人が結構活躍してるのが多くて。で、今後の浮上は佐々木朗希が全てかなと思ってて、なんだろうな、なんかもう、佐々木朗希って、世界的に見ても、稀有なピッチャーなんで、なんかその、成績以上のものを持ってるんですよね。その、なんだろう、完全試合の人ならできる、毎試合できるようなレベルの選手なんで、なんだろうな。本当の状態のいい佐々木朗希だったら、その数試合響くような抑え方をされるので、なんかチームに与えるインパクトって数字以上に大きいと思ってるんですよね。だからその辺が佐々木朗希がどれだけ戻せるかっていうところで、今後上に上がるか下がるかっていうのが出てくるかなと思います。で、最後6位、はい、ライオンズ。で、ちょっとポジ要素少なかったんですけど、今井が1枚上のピッチャーになったっていうのと、まあ竹内がやっぱり、ちょっと、まあ、いいとは言われてたけど、しっかり本当にここまで活躍するとは思わなかった。で、不安要素は、ちょっとやっぱり、改善の兆しが見えない打線がやっぱ、厳しいかな。で、今季勝つためには、緊急補強が必要だと思うんですけど、まあ、でも、一人二人加わったところで、なんだろう、A クラス狙えるような位置にはいないので、まあまあ、もう、再建狙って、しっかり若手使っていくのでもいいのかなというふうに思います。はい、そんな感じですかね、全体として。いやー、すごい、まとまってて、分かりやすい表ですね。うん。いや、でも、大体僕も、うん、まあ、同意というか、間違いないなっていう内容ですね。2位から5位はちょっと読めないですよね、本当に。そうですね、まあ1と6はまあ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 って感じですけど、でもハム2位はね全然あると思うんですよね俺。いやまあそうですね、あるとは思うんですけど、いや怖いな、どうなん、なんか最近ずるずるずっと負けてるんで。ハムは地味に投手力が課題だと思ってて、こういい投手いるんですけど、やっぱりちょっと数字的には低いところもあるんで、こうやっぱりこう若手がどんくらい伸びてくるかっていうのはそこも結構ありそうですよね。そうですね、絶対的なエースがいないんですよね。所在は結構まあ松浦とかもそうだし、いると柳川もそうだし、いると思うんで、そこら辺をうまいことイニング食わせられるかというか、うん、そういうのは結構ありそうな気はする。そうですね、はい、うん、まあ、そんな感じですね。じゃあ次のスライドいきますか。はい、これが、各球団の後半戦のキープレイヤーかなと思っている選手をピックアップしますと。で、はいはい、1位からちょっと簡単に紹介していくと、まあ、大津がやっぱりソフトバンクが一番、あんまりその、なんだろうな、全国的にフォーカスされている選手じゃないと思うんですけど、かなり今いいピッチャーで、そうですね、正直舐めてましたというか、はい、無理だと思ってたんですけど、はい、はい。で、ちょっと細かくはちょっと忘れちゃったんですけど、変化球とか速球の割合を大きく変えてるんですよね、去年から。そしたら、三振は増えて、フォアボールは減るみたいな、ちょっと、いいピッチャーになりすぎでしょって感じなんですけど、ただ、大津がまあ先発1年目っていうのと、あとかなり細いので、ちょっと1年間投げ切れるのかなっていうのは少し不安かなと思ってるので、そこがちょっと後半のポイントで、
ここさえしっかりすれば、なんだろうな、沢村賞争いっていうか、タイトルに絡んでくるかなと思ってます。そうですね、まあ、去年かなり三振率低かったんですけど、球種割合変えたら、とんでもなくいいピッチャーになりましたからね。いやー、だからまあ結構そういうのあるんだなって思いました。ピッチセレクトでここまで変わるんだなっていうのはある。だからそのあんまり、なんだろうな、今は活躍しない選手も無限にできないなっていうのは思いますね、オーツとか見てると。まあ、ここら辺ももうメジャー帰りのクラのマジックなんかなと思わなくもない。多分オーツの先発新元者の多分クラのコーチだった気がする。うん。いや、まあ、いい選手になれましたよね。じゃあ水谷行きますか。はい。で、2位が水谷、ファイターズの水谷ですけど、はいはい、まあまあ、ご存知の通り水谷めちゃくちゃ打ちまくってますので、最近のファイターズの戦い方って、まあ、冗談じゃなく本当に戦術水谷みたいになってて、要所で水谷が打ってるから過労死で勝ってる試合が結構あるんですよね。で、まあ、これ、このまま打ち続けるのが理想ではあるんですけど、ちょっとさすがにできすぎなんで、多少落ちてくるかなと思ってます。なので、その戦術水谷が使えなくなった時にファイターズとして勝てるかっていうのが結構キーポイントかなと思って、で、タミヤとかも疲れが見えてるんでね、この辺を、なんだろう、清宮とか野村が支えてくれればいいかなと思ってます。これな、こう、観戦配信とかでも言ってるんですけど、どの球種にも、どのコースにも、高い数字残してるんですよ、水谷って。そこがすごいなっていう。他の選手とかだとスライダーに弱いとかね、あったりするんですけど。なんでなんですかね。こんなにブレーキするのよくわかんないんですけど、で、守備も、UZR とか見てると、まあ、わずかではあるんですけど、プラス出してて、で、走塁指標とかもいいんですよね。だから、結構、まあ、数年単位で育てていけば、ファイブツールプレイヤーの代表格みたいな選手になれるかなって、ちょっと思ってます。そうです。はい、うん。次行きますか。はい。で、楽天のキーマンはうちかなと思ってて、うちすごい、はい、ドラフトの時から僕めっちゃ好きな選手で、ずっとウォッチしてたんですけど、結構これ、まあ、早川が結構楽天だとフォーカスされがちですけど、そのブレイク度合いで言うと、うちはもっとフォーカスされるべきだなと思ってて、というのも、まあ、去年リリーフで好成績残してたとはいえ、先発1年目でこんなにしっかり成績残せるんだなっていうのがまずびっくりしてます。で、はい、球がリリーフより速くなってるんですよね。それがマジですごいなと思って、上積みがこれからもあるだろうし、一気にエース格になれる選手だなと思っています。ただ、単身が思った以上に取れてなくて、そこがすごい気になっているところで、なんでなんですかね、これ、人君的にどこに活躍要因があると思ってます？まあ、一つは、まあ、球が飛ばないっていうのはあると思ってて、まあゾーン内に強い球を投げれば今年の環境なら打たれないみたいなところなんじゃないですかね。結局ストレートが多分ほとんどの球種なんで、ああ、なるほどな。そうそう、多分球速あるから被弾率はもともと低いし、それが打低環境でさらに低くなって、でフォアボール出さないから強いとゾーン内に投げとけばいいみたいな。まあ、竹内も多分結構似たような理由で活躍してると思うんですけど、竹内よりさらに分かりやすいタイプっていう感じです、俺のイメージだと。あ、そうなんですね。四球全然出さないんですよね。そうそう。まあ、なんか、ただ、今後、もう一枚殻を破るには、空振りっていうのは絶対必須になってくるので、ね、その辺をちょっと後半どうチューニングするのかなっていうところがあります。で、4番目が曽谷。はい。で、本当に、なんかまあ、ファームでの成績とかも良かったんで、数年で活躍するかなとは思ってたんですけど、まさかこんなにいきなり出てくるかと。で、なんだろうな、今の環境って、まあ今井とかはいますけど、その、めちゃくちゃ三振取る、いわゆるそのドクター K みたいな選手ってあんまいないんですけど、そいつは本当に三振取るんですよね。で、やっぱり安定してるなーっていうのがすごい多くて、なんか、後半戦しっかりローテとか入られたら、簡単にオリックス上に上がっていくんじゃないかなって思ってて、この辺が、まあ、山下俊平太とか斉藤京介とかと合わせて、なんか若手エースクラス3本柱みたいになられたら、もう本当1年2年
って単位じゃなくて、もう5年単位で、オリックスが、とんでもないローテ作ってくるんじゃないかなって思ってます。まあ、山下も、ソタニも、すごいメジャーっぽいですからね。うん。メジャーぐらいのスケールですね。本当に羨ましいって、こういうピッチャー大好きで、本当に。はい。で、5人目が佐藤俊也。で、まぁ、あ、ちょっとロッテ誰ピックアップするかなと思って迷ったんですけど、うん、結構ロッテが前半戦強かった原因って佐藤俊也じゃないかなと思ってて、あの、3、4あたりめちゃくちゃ打ってたんですよ、とにかく。うん、で、なんかそ、なんでこんな強いんだろうと思って、その、デルタのサイト見たときに、佐藤俊也がめちゃくちゃ打っててびっくりした思いっていうのがあって、で、ちょっと、ここ最近落ちてきてるんですよ。で、うん、それを巻き返せないと、まあ、ロッテとしても厳しいのかなと思ってます。で、佐藤俊也自体打撃の、なんだろうな、ポテンシャルの高い選手ではあるので、このままもう少し持ち返すことができれば、結構ロッテのコアプレイヤーになっていくのかなっていうふうに思ってます。まあ、なんか、キャッチャー版辰巳みたいな印象ありますね。ああ、確かに確かに。うん。なるほど。そう。なんか、キャッチャー版辰巳みたいな。ゴロ多いし、右投げ左打ちで、いやいや、って考えると、まあ、確かにね、コアプレイヤー、ロッテの中でコアプレイヤーになる可能性は全然ありますね。そうですね、ロッテの中ではって感じではありますけど、はい。で、最後が肌、西武の肌。はいはい。で、正直、ライオンズって、もう今季勝つというよりも、まあ、今後の礎をどう築くかっていうところだと思ってて、うん、やっぱり一番、大切に扱うべきなのは肌なのかなと思ってます、うん。ちょっと今、リリーフで使われてますけど、ちょっとどっかで先発で使うべきだなと思ってて、まあやっぱりリリーフと先発って別物なので、特に変化球の数が少ない肌にとって、リリーフだったら簡単に抑えられても、先発だとそうはいかないこともあり得るかなと思ってて。うん、で、まあ壁にぶつかるならぶつかるでいいので、とりあえずその一軍の打者たちに先発として、勝負するっていう機会をたくさん与えてほしいなと思っていて、まあ、後半戦でもいいので、どんどん使っていってほしいな。で、それでどれぐらい肌が成績残せるかっていうのがポイントかなと。そうですね。肌リリーフ起用はちょっと、どうなんだろうと思っちゃうところありますね。そうですね。まあまあ、いいんですけどね。なんだろうな。リリーフで出力の出し方を覚えるとか、こういうタイプじゃないんで。そうですね。はい。先発でしっかり育ててあげてほしいですね。じゃあそろそろ、じゃあ終わりにしようかなと思うんですけど、最後になんか、スネヒキンさんから一言なんかありますか？一言。はい。まあ多分楽天ファンの方が多いのかなと思うので、まあそうですね。楽天の、はい、話をすると、とにかく楽天は、安田次第でチーム変わると思ってるんで、個人的には。はい。マジで。安田が優勝、そう、オリオールズのラッチマンが、メジャーに昇格して、はいはい、でそこから、なんだろう、ほぼ、本当にキャッチャーってそれぐらい重要で、その、ラッチマンがメジャーに昇格してから、しか、なんだっけな、スイープされた、2年近くスイープされなかったとか、なんか、とにかく、ラッチマンが昇格してから勝ちまくるようになったんですよ。はい、で、まあ、それに代表されるように、キャッチャーで打てる選手が出てくるってだけで、チームって本当に変わるので、安田がどこまで中心になれるかっていうのが本当に今後大事なので、はい、一度は私も含めて皆さんと一緒にウォッチできたらなと思います。じゃあね、まあ、今日はね、ゲストスネヒキンさんでした。はい、まあ、ありがとうございました、今日は。はい、じゃあ今日はね、あ、いえ、こちらこそありがとうございます。配信を終わりたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、よろしくお願いします。失礼します。